こんにちは、皆さん。ニーズ駐車員の杉村板です。今ですね、ちょっと靴、お客様の靴磨いていたら気になるところがあったので、動画を撮ろうということにしていって、インカメで急遽撮ってます。ワックスの除去についてなんですが、ちょっともしかしたら皆さんも気になるかなっていうところがあったので、ちょっとちゃんと撮ってないのでガタガタしてますが許してください。こんな風なことがあったよっていう日記みたいなもんです。参考にしていただけたらと思うので、ぜひ、今回も最後までよろしくお願いいたします。それではちょっと携帯移して撮っていくので、見てください。よろしくお願いします。では早速落としてみます。ちょっと今作業途中からの撮影が今なので、ちょっとこんな状態ですけど、しっかり落とした方がいいわけですよね。で、これはうちで扱ってるブリヒトアシェさんの製品ですが、ザ・クリーナー・フォー・ミラー・シャイン、ワックス用ですね。これを使ってしっかりワックスは除去していきます。で、この作業は結構根気強くやるしかありません。革のこの表面、これ、リーガルのガラスレザーなんですけれど、割とこれは強めにこすってしまっても OK です。で、ちょっとこれオールソールをさせていただいたシューズなので、コバの仕上げとか注意しないといけないんですけどね。でも根気強くワックスを取っていきます。この辺はちょっとカメラ見にくいんですけど、地図みたいにこうポツンポツンと、もっと地図を見て島がこの位置にあるよみたいな感じで曇ってる部分があるんですよね。これも古いワックスが残ってしまってる状態なんです。これをしっかり取らないと仕上がりは綺麗にできません。で、これ固くワックス固くなっちゃってるんで、これは一緒ですね。根気強く徐々に徐々に取っていくしかありません。これも見れれば映しといた方がいいな。この部分、これ分かりますかね？このちょっと僕の小指のつま先ぐらいにある。ブクッと膨れてるやつありますよね。これもワックスの残りです。これもしっかり取ってあげましょう。
OK ですね。皆さんいかがだったでしょうか。今日今作業をしていた途中でふとその気づいた部分で急に動画を撮ったので、あんまりちゃんとした投稿じゃないんですけれど、まあ、ワックスをどの辺まで撮ればいいかってわからない方結構多いみたいだったので、それをふと思い出してこんな風に作ってみました。ですので、ちょっとガラスレザーという特殊な事例ではありましたが、ああいう甲羅みたいにひび割れたような跡っていうのは、大体硬くなってしまったワックスが下に残っていて、それが取れてなかったっていうことがほとんどです。ですから有効なクリーナー、ワックス用のクリーナーを使ってもらって、しっかり落とすということをしていきましょう。溶剤を下手に使うと失敗することありますから、皮傷めちゃったりします。そういうのは、自己責任になっちゃうんですけど、まあ、やらない方がいいかなと思いますので、参考になれば嬉しいななんて思います。またネタをしっかり作って投稿をやっていきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみにしていただきたいと思います。また靴見つけて投稿しますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこんなところで失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。